皆さんどうも、テレビアニメ東京リベンジャーズ花垣武道役の新勇気です。さあ始まりました、東京リベンジャーズ YouTube。 イエッ、今日早速、この方をゲストにお呼びしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。晴宮和虎役の時俊一でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。やったー、早いね呼び込みが。え、全然自分で喋れないじゃん。ないです、何も。何もないの？全くないんです。そんな僕の話はいいんですよ。なんでですか？なんでかって、トキさんがこの東京リベンジャーズ YouTube に初登場ですよ、ようやく。そうですね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。トキさん初めて来るのに僕の話なんかしていられないんですから。いい聞かせ、一緒に話しましょうよ。この間でもほら飲み会ずっと前にした時にさ、林さんに座長としての話がもうちょっとあってもいいんじゃないのって怒られてるでしょ。怒られてました。これずっと前なんですけどね、ご飯行った時に、いやもうちょっとこうしっかりと、なんかもう座長なんだから自分の思いの丈をもっと話してほしいってね。その時あのイベントの締めの言葉を、もうちょっと座長としていろいろと話すところがあったから、ね、しっかり喋ってたと思うけどなとも思いつつ、まあ、やっぱ先輩からの ね、 そうですね、やっぱりありがたい激励の言葉をいただいたんで、じゃあ締めの言葉を見ててください。今回のね締めの言葉ね。そうですそうです、わかりました、はい、楽しみに待っていきたいと思います、はい、どうでしたか、 YouTube 自体はご覧になってくださいましたか。いろいろもう数々出てきましたけれども。そうですね、もう見てますよ。どれが一番面白かったですか、なんか好きな回とか。湘南の暴走族とガチで喧嘩しに行くシーンってね。ない。そんな危ない回はない。あれ、そっか、見てないな。あれ、見てないな。茨城の方の茨城行ってないぞ。いや冗談よ。でもじゃあパンチパーマ最初期の頃やってるじゃないですか。そうです、一番最初の回にもうあのパンチパーマとリーゼント、パンチパーマ見てこうクリクリにしてやってたよね。リーゼントしていただいたのもあったりして、なんかいろいろ体当たりでやってるなって思いましたけどね。ありがとうございます。本当ようやく来ていただいたんで、今日はトキさんと一緒に楽しんでいけたらなと思います、はい、今日はもうこのコンビでお届けいたします、よろしくお願いします。えい、東京リベンジャーズ YouTube。ということで、トキさんと一緒に今回やっていく企画はこちら。おい、バブルシューティングゲームラインバブル2で遊んでみた。イエーイ。皆様、ラインバブル2はご存知でしょうか。このバブルシリーズですが、世界各国で展開していて、世界累計6000万ダウンロードを突破しています。マジで6000万すごいです、ね、すごいね、本当に。7年やってるっていうことは、つまりやっぱりいろんな人にね愛されているということで、はい、そんな人気ゲームと、テレビアニメ東京リベンジャーズのコラボが9月の6日よりスタートしています。ありがとうございます。テレビアニメ東京リベンジャーズとどんなコラボになっているかといいますと、まずコラボ期間中、限定ゲーム仲間が通り部より7名参戦いたします、はい、それは竹道、マイキー、ドラケン君、三ツ矢君、マジ君、カズトラ、チフユ、よかったカズトラいたの7名です、ね、いなかったらどうしよう。います俺なんで呼ばれたんやみたいな、ね、そしてコラボ期間中に3日以上ログインすると竹道がもらえちゃいます。はい、でさらに期間限定で LINE バブル2をインストール、ミッションクリアをすると、ここでしか入手できない限定 LINE スタンプがもらえるということですね。はい、だいぶ可愛いスタンプでしたよね。それでさっきちょっと見させてもらいましたけども、それぞれ のオリジナルキャラクターと通り部のキャラクターたちが一緒に写っていて、ね、なんか使いやすいのもありますし、もう定番のマイキー君の例のセリフもあります、ね、そうですね。コラボ期間は10月5日までとなっており、その間たくさんのイベントが続きます、なのでもう1ヶ月間まるっと楽しめちゃいますので、ね、楽しみです。はい、皆さんもやってみてください。お願いします。そして、今回はですね、いろんな難易度のステージを用意していただきましたので、1人ずつプレイしていきたいと思います。なるほど、1人ずつ、でプレイするときですが、僕は竹道を使います、そしてトキさんがマイキーを使います。マイキー回カズトラじゃないの。そう、カズトラじゃない、マイキーでお願いします。そうなんだね。そうなんです、はい、いろんな、ね、都合があるのでじゃなかろうかと、はい、でなおステージをクリアできなかった場合、はい、ね、罰ゲームがあります。嫌です。いや強いな。嫌でしょ。嫌ですよ。ゲストぞ。ゲストぞ。洗礼ぞ。この YouTube の、やる罰ゲームはビリビリ根性試し。なんでだよ。なんで拍手って書いたんだこれ、もうこの罰ゲームなんですけども、まあもう読んで字のごとくビリビリするらしいです。嫌です。嫌でもやらなきゃいけない。ただやる代わりに選べます、
ャルファン 2A 何の譲渡なの？分かんない、なんか3つあるんですよ、うん、選べるらしいんですよ。選べるの？選べる。 やったバカ野郎。でいやバンわあバカおあ怖いことすんじゃないよということでファーストラウンドよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では始めたいと思います。お願いします。よし、マイキー君、マイキー君に出てましたけどね。はいはい、ということでさあ始まりました。もうむずくない？もうちょっと、あ、でもなんかキラキラ光ってんのもあったりしてね。ありますね。あれ多分マジ？お、結構ありますね。結構あるよ。結構いっぱいあるな。だから、合計何ターンかも決まってるんですよ。そうですね、このゲームって、はい、そのターン以内に一番上までこのパズルを消してたどり着かないといけないんですけども。はい、はい、来ました。さあ始まりました。後ろにね、竹道がいますけれども。いますね。はい、まあ、今左に見えてるやつとあの投げるやつを変えられると、あのなんかね、更新ボタンを押すと横に出てきてるやつと入れ替えられる。まあ今回はどっちもね、赤色ですから変わらないです、はい、もう早速1個まず投げたいと思います。この、ね、はい、これがね、あの目印になりますね。えいぽい、いいね、うまい、こういう感じで。いいよ。なるべく上のところを消せば、もう他の下のくっついてるやつは取れますから。そうですね、頑張りたい。よし、これもいっちゃいましょう。うまいね、テンポいいね。テンポよくいきますよ。全然覚えてるね。覚えてますね。うえい、いいね、気持ちいい。はい、あ、間違えたの投げた。お前持ってるものと見てるも間違えた。連帯責任だからな。そうでしたね。そうだぞ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、任せてください。これどうすんの？これは、僕、もう交換して。あー、いいじゃん。お前だ、何してくれてんだ。俺、こいつ知らないっす、このクラゲちゃん知らない。でも、あいつやったらどうなんだ。あいつやれない、なんかビリビリしてましたね。これ、ここだ。あ、また間違えちゃった。待って待って、すみません。待って、まあ、落ち着いて。俺たちはファーストラウンドでも終わるわけにはいかないんだよ。落ち着いて。落ち着いて。ここだ。よし、ほら。ああ、チキチキチキ。いい。ちゃんと心配でした。ちゃんと心配。僕もちゃんと心配でした。ここでね、はい、できるわけには。落ち着いてこいね。落ち着いてこいね。まずこのレモン、ね。いい。はい、竹道の スキル来ました。はい、竹道くんは？もう爆弾をね、出せるということなんで、もうここはもう一気に行きたいと思います。この辺でどうでしょうか。この辺。座れた。待って知らないのいる。知らない。どうしました？自キャラを殺さないで。はい、自キャラのいいところ。おい、竹道ちょっと、ね、リベンジできてないよ。リベンジできてない。座れたよ今。座れましたね、完全に。せっかく竹道のカットに入ったのに、ね、あ、でもほら、綺麗にね、今消えたから大丈夫。多分このチカチカ光ってるところは座れちゃうっていうことですよね。あそこにぶつければいい。あそこにぶつければいい。弾ける。そう、あそこぶつけてみよう。こっちだったか。いや、いいじゃん。ってことは、ということは反対側もそういうことだね。じゃあ、取っときたいのがこれだから、うんうんうん、あ、これでいいんだ。これを使っちゃおう。そうだね、そうだね。いいよ、よし、いいぞ。お、なんか焦ってる。そうだね。これでいきましょう。青で。焦ってるのは俺たちのせいだよ。クリーチが焦ってるのは俺たちがうまくいけない。ごめんよ、コニーちゃん。よし。いいよ、いい。これで、ここ行けばもう、全部いけるでしょう。いやー、危ねえ。クリア。いやー、手に汗握る展開でしたね。誰のせいだ。僕のせいだ。いや、どうでしたか。ヒヤヒヤしたんじゃないですか。うわ、わざとやったから。もちろん。嘘をつけ。ちょっとやっぱ久々な部分もあって、うん、なんかあの僕の知らなかった要素も追加されてたりして。そうだね。いや、でもこのヒヤヒヤするの、うん、めちゃくちゃ楽しいですね。あとその時間制限っていうものやっぱないからこそ、はい、ああいうところでね、じっくり考えてなかったけどね。僕時間制限あろうがなかろうが焦るタイプでした。竹道まんまだな。はい、でもまずこの、ファーストラウンド、うん、クリアいたしましたので、次のラウンド、はい、トキさんお願いします。やってみたいと思います。よしよし、トキさんのセカンドラウンド、はい、よろしくお願いします。いきます。さっきのラウンドよりちょっと難しくなってるということなので。そうですね、はい、はい、どうすればいいんだこれ。もうでも最初こうだよね。最初そうで、いいですね。あ、結構消えましたね。後ろにマイキー君見えてる。で、はい、ここ青、これどうしよう。いや、結構難しいです。上にね、上のやつ消したいじゃないですか。これ、この反射でいけっかな。はい、ダメだった。あ、でも待って、これでいけんじゃないの。あ、繋がりますかね。ダメだった。トキさん、え、僕の気持ちがわかりますか。わかります。わかりますが、そう狙っていくよ、俺は。いいですね。全然ダメです。普通にいきます。じゃん。堅実にね、行くのも最初大事ですからね。いかにこう、そうでしょ、無駄なくできるのがいいかというところ。これ何個で消えるんですっけ。3つで消えるんですよね。3つ以上ってことは、こうでしょ。あ、完璧ですね。こうで、最高。いや、めちゃめちゃうまい。めっちゃあるし、まずこうでしょ。カラフルだな。
5回連続で消すと爆弾が投げられるということで。そうだよね。でもこれここ行きたいよね、うん、行きたいですね。そこあいいですね。あでもちょっと足んないのか。でここでこれ炎の壁って炎なくなる？なくならないですよね。反射しますよね。行きます。いいですね。全然ダメだったわ。でも真ん中削れましたから。そうだね。ドカンと消える。おマイキー君のスキルが出て、マイキーのこの渦は何だ。いやもう何でしょうね。やってみるしかないよね。やってみましょう、はい、どうなるどうなる。うわ強いです。めっちゃ消えたやん。マイキー君強っ。なんか全部吸って消えてった。え何今の。マイキー君の蹴りをなんかイメージしますね。あそうね。バーンって全部一気に消していく。このスキルめっちゃ強いんじゃないの。めちゃくちゃ強いんじゃないですか。で5回やったんで爆弾で消せるか。これどこだろう。こうか。全然あこうなんのか。もし右のあのクラゲちゃんが邪魔してますね。そうか、うん、でもこれちょっと下に降りてきたからいけるか。ほい行けた。よし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 。まだあんの。まだありますね。どんだけあるんだろう。そんなブルブルしてるの。うわすごい。うわめっちゃ消えためっちゃ消えた。気持ちいい。なんだ今の。そのぐるぐるの玉のあれですかね。えちょっと焦ってきてますよ。ちょっと待ってちょっと待って。こうだこうだ。こうでしょ。めっちゃある。あとめっちゃあるけどこれどこにあるんですか。うまいとこでやれば一気に消えるはず。ん？うまいとこ入れれば一気に消えるはず。そうだよな。こうか。全然違った。どうだ。でもこうやってここで消えるでしょ。あ気持ちいい。こう。いやいや、まずは4あるじゃん。ボーナスが今ありました、ね、クリアでいいのこれ。おめでとうございます。おぶねー。ボーナスがありました、ボーナスが。ということで、トキさんセカンドラウンドもクリア。ありがとうございます。ハラハラする。ハラハラする、ドキドキする。でもクリアできるとめっちゃ気持ちいいね。気持ちいいですね、はい、ということでクリアできたので、次はいよいよ第3ラウンドでございます。サードラウンド、シンクできますか。頑張ります。今までで一番むずいと思いますよ。そうですね、先ほどのステージよりもちょっとさらにちょっと難しいボスステージということなので、いろいろそのねステージごとにボスみたいなのがあるようなので、これにシンクに挑戦していただきたいと思います。絶対負けねえ。あーいいですね。負けねえ。素晴らしい。やっていただきたいと思います。いきます。はい、お願いします。恐ろしいボスを倒そう。いや恐ろしいですね。恐ろしいね。腕がちょっと可愛い感じもするけど、腕が多い。可愛いか肝皮なのか。肝皮なのか、じゃあ早速。あ、上にいるんですね。いますね。どうすればいいんだろう。ボスの戦い方も僕ちゃんと覚えて。あーもう来てる気がする。行きます行きます。これどんどん行っちゃった方がいいですね。迫ってきてますよ。青行け。あ、いいね。よしよしよし。青行こう。いいね。よしよし。危ない。あーいい。冷静冷静。冷静行きますよ。覚えてきてるね。早くない。来てるよ。早くない。ここそこでいい。あ、いいよ。あ、よしよ。どうだ。相手がダメージ。これでどうだ。あ、いいよ。ボコシってパンチ殴りました。一回緑だね。緑で。いいね。ここも繋げちゃおう。あ、間違えてる。捕まった。なにこれ。動けない。あ、もう動けないせいでやめてよ。拘束するのは聞いてない。なに、そんなことするの。拘束されます。拘束されます。もうどうだ。なんで消せないと拘束されるのかな。そういうこと。ハリアップじゃないんだよ。やめてよ。緑いい。そこだね。でもそこか。そこだ。ここしかない。時間ないよ。ちょっと。あ、でもその白を真ん中にやったらとりあえず消せる。白を真ん中消して。よっしゃ。竹道ありがとう。竹道嬉しいよ、ここでそれは。竹道ありがとう。竹口、何どうした。あ、そうだ、貯めてくれたん。あ、ちょっと焦る。うお、いっぱい増えた。ちょ、押し返せるんだね。押し返せますね。ちょっとテンポよくいけば。で、ここの黄色で右上いけるね。右上いける。次何色。白色はここに入れたい。あ、そうだね。また白だからそれは一回置いといて。泣いてる。残念。シンク、クリアできる気がしないよ。あとは任せたよ、カズトラ君。なんかね、いろいろコツもあるんですって。みたいですね。なんかいろいろなアイコン出てきたら、俺必死になってるから、ちょっとあっちの画面で見せ、ちょっと分かったら教えてね。いろいろと
僕もアドバイスできるところはさせてもらえたらいいと思います。はい、はい、まずもうテンポよく消すことが大事です。そうだね。はい、で今ボムっぽいあの青いやつ出てるんであれを消してください。はいはいはい、はい、最後そしたら上に戻ってあの押し返すことができます。なるほどね。いいですね。いいテンポですよ。こういうことだね。そのテンポでこういうことだよね。はい、そういうことです。いい、最高、最高。なるほどね。こういうことだね。そういうことです。で、で入れ替えてこうするでしょ。あ、いい、気持ちいいテンポですね。そうで、こうやって、あ、はい、こうなるとこうなっちゃうのね。消せないと拘束されちゃうんで、はいはいはい、次考え、その間で考えて、ここにこう置く。あ、いいですね。で、入れ替えて押す。いいですね。いや、ちょっと困ってきた。左も消したいところですけど、うん、入れ替えてこれをアタックする。あ、いいですね。そしたらアタックする。そしたら空いてるところ直接投げてもダメージが、なるほどね、開くらしいんで、そこはもう急いで、はい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 、おいいですね。そこ怖かったんですよ。あ、なるほど。マイキー君が助けてくれる。発動してこれどうなるんだろう。もう一発で結構、あ、いいよ、これダメージ、これめっちゃ、めっ、あ、また出てきちゃったよ。よしよしよし、消しましょう、消しましょう。はい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 、ね、次緑、右とか巻きますよ。緑、あ、いいね、いいね、いいね、左、いい、いい、そういう、そういう指示いいよ。右ボム、ボム、青ボムと左に緑ボム。あ、いいね。はい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 、ボム来た、真ん中でもいいかも。ボムボム、はい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 、いいかもいいかも。はい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 、で、こういうこと。左だ、左にボム、あ、なくなった。で、こう来て、こう、そうだそうだ、で、こう、で、で、こう、左に、で、こう、こうだ、こうだ、そこだ。はい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 、こう、こういいんじゃない、これ。左の緑消したい。ちょっと待って、じゃあ入れ替えてこうだね。あ、で、ボム、あ、直接も行きたかった。で、あ、そうか、そういうことか。テンポが早い。で、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 いや、でも白があるからこうやってダメージを与える。あ、戻った戻った、こうなる。あ、またマイキー来る。よし、どこがいいんだろう。これ、どこがいいんだ。ここ、ここ、ここ、こういった。最高、今いけいけいけ、殴れ殴れ殴れ。で、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 あー、こうなっちゃうのね。で、次が白、左だ、左だ、黄色もある。黄色、黄色、白、緑、黄色、緑、左が青色もある。で、お、シャークリア、やった、リベンジ成功、ありがとうございます。やったぜ。よっしゃー、え、やりましたよ。俺今収録の時ぐらい集中してたわ。いや、完璧でした。いや、でもいい、ちょっとフォローありがとうね。いや、ありがとうございます。ここありますよ、ここありますよの指示がマジでよかった、うん、よかった、リベンジ大成功。これ、いや、気持ちよかった。よし、電撃受け継ぎすんだ。やった、できたね、クリア。できましたね。これは気持ちよく帰れるよ。いや、本当にもう安心しましたね。用意していただいた3つの、徐々に難しくなっていく3つのラウンド、うん、全部クリアしましたから。いや、もうよ、トキさんのおかげです、ありがとうございます。なんだって、あー、しんくん、はい、見ないようにしてます、僕。まだね、はい、もう1ラウンドご用意してるそうです、うん、見たいですね。この流れで来るもう1ラウンドはやばいやつです。なんせっかくクリアしたな。しんくん、読んでごらん。ひよってるやついる。二人で言い返してやろうか。行きましょうか。せーの。いねえよな。やってやるぜ。テンポが大事。そう、やっぱ母船だから時間制限あるから、もうとりあえず消していかなきゃって。任せてください。なんだそれは。いや、なんだ、まずもう、よし、行くぞ。いいよ、いいよ、テンポよく行こう。テンポよく行こう。黄色だね、黄色いる、黄色、あ、黄色もいる、あるね。黄色もあるよ。黄色があるね。黄色があるんだよ。で、ほらほら、青もあるよ。青もある。いいよ、いいよ、爆弾系がね、欲しい。ここでどうです。あ、いいね、いいね、いいね。よし、こら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 。いいテンポ、いいテンポ。ぶん殴ってるぞ。あー、消えない。なんか土星みたいなの出てきてくる。あれ、なんだろう。なに、早くない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 。青、青、し、白、白もないな。青入れて、塩入れて、青入れよ。あ、いい、いい、いい、ね、テンポよく。あー、邪魔だよ。あ、いい、これピンク入れ替えた。あ、早いよ、早いよ。いや、本当に全く歯が立ちませんでした。なんでダメだったのかすら分からない。分からない。エクストラムステージ、この激ムズボス、だから、うん、敵が色を変えてくるのも分かったし、はい、あの圧倒的に僕たちがあのセカンサードラウンドでやったやつ、はい、よりもスピードが速かったので。そうですね、スピード勝負ですね。それでもなんとか徐々に上げていけば耐えられるということなんで、うん、やってみてください。はい、頑張ってみます。もうこれ頼みます。いきますよ。お願いします。はい、スピードだよね、本当にスピードですね。優先的に稲妻マークのやつは消したい。うん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 、うん、まず稲妻マークを出すとこスタートだよね。そうですね、本当に出てすぐ結構消さないと、なんか途中見逃してると消えちゃう感じがする。そうなんだよね。
あ、いいですね、いいテンポですね。でダメージも入ってますよ。でいい感じ。ピンクしかない。入れ替えて、いや、マジマジこれ白真ん中入れたい。やば、おお、重い。で入れ替えて、ここ入れ替えて、いいですね。で入れ替えて、ここ爆弾がある。青欲しい。青爆弾、うん、でダメージ、いいで、ね、でこうする。白やって、何これ。とりあえず真ん中白あたり、よっよっ、はい、オッケー。で赤も真ん中、あ、間違えた。あ、ちょ待って、あ、頼む、助けて、マイキー君。よっ、はい、マイキー君、よしよし、なんとか耐えた。はいはい、へえ、で、何も、あー、あー、何、はい、はい、強すぎるよ。これだって最新ってみんなこれをクリアしてんでしょ。すごすぎる。みんなの頭、みんな IQ160 ぐらいじゃないの。さっきでもスタッフの方もやってたけど、はい、スタッフの方もこれたまにしかクリアできない。言ってましたね。そんな無理だよ。ということで、罰ゲームのビリビリ根性試し、はい、選んでいきたいと思います。一人ずつ、どっちから先に行きます。どっちもでしょ。じゃんけんにしましょう。じゃん、男気にしよう。勝った方から選ぶ。からやる。最初はグー、じゃんけんぽい、はい、くるしょ、どうぞ、しゃーだい。じゃあ、しんくん、はい、この順番に1番、はい、2番、3番で適当につけて。わかりました、今つけました。つけました、はい、じゃあ俺は1番をやります。1番、これです。いやーってどれも嫌なんだけど、これはどうすればいいの。これはどうやらそのカードを引くとらしいですよ。どうぞ。なんで。これ引く。あ、じゃあ僕がね、いきますよ。はい、ではトキさんのビリビリ根性試し。ここにさ、トランプがあって、ちょっとこう引いてみてくんない。え、引くだけだから。今日はね、トランプ引きたい気分じゃない。トランプするって約束してたじゃん、3日前から。そんなことしてた。してたよ。そんな俺トランプ楽しみだったの。うん、やっぱしようよ。じゃあ引かせていただきます。うん、あー、やったー。投げた、投げた。いてぇ。いやー、どっちやってほしいですか。選んでいいですよ。じゃあ、はい、ゆうきに、今日はプレゼント持ってきたんだ。なんだろう、楽しみだな。左に持ってる方と、右に持ってる方、どっちがいい。どっちも欲しい。いいよ、じゃあどっちもやっていいよ。どっちもくれんの。どっちもあげるよ。ありがとう。じゃあこっちから行くね。こっちから行く。これペン、ありがとう。ちょっとカメラ、だってなんかすごいね、気持ちいいらしいの。このあのなんかノックしたら気持ちよくなれるペン。そうなの。いやいや、それはそれで。だからあの、もうカメラ目線でもうドヤ顔でこうビリって、あ、ビリって言っちゃった。だから行くね。3、2、1で。あ、びっくりした。行くよ。うん、3、2、1。いてぇよ。芯まで来た。芯だけに。おお、これもいくぜ。もう揃ってんだけどね。そうだね、バラすところから。何の意味があるんだって。いくよ。あ、なにこれ、じわっときた。びっくりした。最初来なかったの。うん、怖っ。最初来な、なんだろう、どっちに回したら戻るんだろう、それすらわかんない。やってみ。いや、マジ。そういう、もうなんか、やってみこれ。やだ。いや、戻して、戻して、戻して。やだ。あー、なにこれ。以上、ビリビリ根性試しでした。ということで、もうね、たっぷりラインバブル2を遊んできましたけれども、うん、あの僕が遊んでいた時と比べて格段に進化していて、ビリビリが、いろんなビリビリの話はもう忘れたい。まだしびれてんだから。本当にね、なんか感覚がね、ここまで来たじゃなくて、うん、なんていうの、ギミックがめちゃくちゃ増えていたのと、本当、うん、ボス戦のあの普段はじっくり考えて戦略とかこう考えていくだけじゃなく、うんうん、ボス戦のあのハラハラドキドキするところとか、うん、超楽しかったですね。なんか頭の回転がすごい、なんかギューンってあの一瞬だけできて失敗したけどさ。いや、難しかったですけど、なんかあの何、戦略性もそうだし、多分 それぞれのキャラクターの、まあ、技あったじゃないですか。ありましたね、マイキーはマイキーの。
で、タケミチはタケミチを、うん、あの多分こう有利不利みたいなのも多分ボスごとにあるんだろうし、はい、多分結構戦略性がしっかりともうあのレベルになってくるとあるんじゃないかなと思いますので、しっかり準備して難しいものほどやっぱりこう何度も挑戦してできた時の喜びはきっとひとしお、うん、だね、なんだろうなっていうので、うん、ちょっとリベンジ個人的にやっとこうな、やっときたいなと思いました、ね、うん、本当に自分のね、あの隙間、あの、うん、お仕事とお仕事であったりとかですね、道中とかでもできると思いますので、ぜひとも皆さんね、ラインバブル2ぜひともやっていきたい、楽しみにしたいと思います、ね、そんなラインバブル2とテレビアニメ東京リベンジャーズのコラボでは、うん、先ほど紹介したコラボ以外にも招待キャンペーンを実施中となっております、はい、コラボ期間中に友達5人をラインバブル2へと、新規招待すると東京リベンジャーズ豪華グッズが手に入るチャンスがあります、はい、その中にあの僕とユウさんのサイン色紙もあったりするので、なるほど、ね、そちらも、はいはいはい、チェックしていただきたいので、はい、皆さんぜひお友達を招待してみてください。お願いいたします。お願いします。はい、また、コラボ中はですね、ゲーム内で BGM が特別仕様になっているということで、はいはい、なんとアニメの主題歌でもあったオフィシャルヒゲダンディズムさんのクライベイビーが聴けるらしいです。マジか。そうなんです。ということで、うん、ラインバブル2、テレビアニメ東京リベンジャーズこのコラボ、はい、10月5日までとなっておりますので、うん、皆さんよろしくお願いします。今回の YouTube はバブルシューティングゲームラインバブル2で遊んでみたをお届けしました。はい、なかなかあの今までもないペアだったじゃないですか。そうだったね、すごく楽しかったですね。なんか本当収録とかでは一緒になることあったけど、うん、2人だけでこうなかなかね、なかったし、僕もね、あのもう、まあ、そのパズルゲームもそうですけど、あのこの番組にあの参加させていただいて本当に良かったです。登場ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです、はい、テレビアニメ東京リベンジャーズですが、聖夜決戦編が MBS テレビ東京 ATX 他にて2023年1月から放送スタートとなります。皆様お楽しみにしていてください。さらに83構想編、血のハロウィン編が収録されたコンパクトブルーレイボックスの上下巻が発売となります。上巻が11月9日、下巻が12月7日に発売です。こちらもお楽しみに。一体次はどんな体当たり企画が待っているのか、うん、皆様お楽しみにしてください。僕知ってるよ。何を？しんくんはこの番組で免許を取りたいそうですバイクの免許取りたいんでしょ。免許取りたい、免許取らせてもらえたら嬉しい。お仕事で忙しいからこの番組で取らせてほしい。違うスケジュールのねお願いするの大変だから、いっそ仕事になったら万歳。一番したたかまあのそれ実現することを僕も願っておりますまたお会いいたしましょう。バイバイ。今回の動画が面白かった、シン、これからも頑張れよと思ってくださった方は、チャンネルの登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。リクエストはコメント欄にお願いいたします。ありがとうね。